僕は自分の声にコンプレックスを持っています。自分の声はこもった声質みたいです。地声より高い声を出すが少しは聞き返されないようなので心がけていますが、それでも聞き返されます。武井さんはどうすればいいと思いますか。だっていろんな声の出し方練習したら、俺ももともとはこんな声で喋る人じゃないから、俺も結構ボソボソ喋る人だったんで、聞こえないんだけどとか昔よく言われてた。こんなにこう愛想よく喋るタイプじゃなかった俺昔は、うん、特に知らない人に対しては。知ってる友達にはすごい楽しく喋れるタイプで、あ結構面白いよねとか言われてたけど、でも知らない人に対しては結構あどうもみたいな、あ全然わかんないしみたいな、なんか本当にボソボソみたいな、そんなのわかるだろみたいな質問には答えないとかしちゃってた時期もあったし、うん、だけどそれじゃあ人とコミュニケーション取れないし、芸能界で成功するなんてもう100年経っても無理だから、もういろんな芸人さんの話し方見て、あこういうの話したら嫌がられないんだなとか思う方向でバラエティに出ることを決めたから、最初の百獣の王とかそういうキャラクターで出てるからみんな応援してくれたんだろうなと思うけど、ほら最近さニュースとかさ、なんかこういうところでのコメントとかでもさ、結構こう真面目に語っちゃう時あんのよ。でもそういう時の俺の喋り方ってさ、得てしてさあんまりこう愛される話し方にならないことが多くて、俺後から見て反省したりしてんだけど、あこの言い方感じ悪いなとか、この言い方あんまり心地よくないなっていう声と表情で喋っちゃった時あんのよ。そういうのでしかもちょっとさ上からみたいに聞こえた時ってさ、やっぱそういう時が人が人を嫌う時なんだよね。うん。だからなるべく本当に人の気持ちに寄り添って喋れる喋り方とか声の出し方とかを気をつけてやっていこうって俺でも思ってるぐらいだから、ぜひそういうのを気をつけてちょっと違う声の出し方とかをして人に喋るときはこういう風に言ってみようとか考えてみたら結構役立つよマジで。